みなさんこんにちは、だっちゃんごまちゃんだです。はい、今日は今週の、UFO キャッチャーで撮ったもの紹介です。じゃあお願いします。これは UFO キャッチャーで撮った、ザ・孫悟空って書いてあります。孫悟空ドラゴンボール Z 復活です。こんな感じですかね。デカデカ版。はい、かなり大きいよ、ザ・孫悟空。これでもう開けてあるんだよね。うん、で以前創造主せえなんだ当たったのはこれ、当たったんじゃない、 UFO キャッチャーで撮ったのはこれですね。ザ・孫悟空、大きさが全然違うじゃん。半分まではいかないけど、台座がついてないんだよね。今回の孫悟空は、ザ・孫悟空は重たい。で、筋肉の質がすごい、これは。で、髪の毛のツンツンでここが痛い。痛い。こっちはね、でも痛いな。こっちのが痛い。で、筋肉のつき方と、この道着の色合いがまたすごいよね。で、この道着に巻いてある、紐。あと手首のこれはリストバンドかな。それと靴のシワとかがすごくよくできてます。ワンピース、愛してくれてありがとう、ポートガル DS 幼年期全3種、ボリューム1だそうですね。はい、次これを確か800円ぐらいで撮ったのかな。でこんな感じです。あ、顔が見えちゃってるね。で、今度開封動画出しましょう。はい。あ、このゴールデンフリーザのワーコレはだいぶ前です。ただ開けてないだけです。早く開けてみてみたい。はい、これ、それはブシニャンですね。はい、動画を出します。はい、好きこれ。で、このメガネ、これも動画出します。これ、ディズニーのこれカードの飛行機版、うん、はい。とこれなんだ、これがなんだろう、ちょっと見せて。こんな感じですかね。はい、ヤンヤンマチコマカロンマスコットキーチェーン、トレポンマチコって書いてあるよ。全3種あるらしいです。パパはね、100円でこの、あ、パパはこの100円でこの2個をいっぺんに取っちゃったんだね。うん、まあたまたまでしょう。はい、でクランクと、ビッグバンのタンクトップぬいぐるみ2全3種で、ビッグバンっていうグループの、キャラクターなのかな。これビッグバンって書いてあるね。もう動画出したと思います。思います。はい、で、はい、今週はこんなもんですかね。はい、はい、こんなもんでしたか。あ、あとセーラームーンのガチャガチャね、こういうの、ガチャガチャじゃなく、ガチャガチャか、カプセルを取ったんだけどママがなくしました。ですので、取ったところの動画だけ出します。これで紹介終わります。グッパーちゃんと撮るからよろしくね。バイバイ。